500円玉1枚借りていいですか。はい、ありがとうございます。じゃあこちらですね、この500円玉ともう一個ね、このストローを使います。はい、でこのよく見せてください。500円玉にストローを無理やり押し当てます。ぐる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 っと回転させながら、あ、入ってってる、押し当てます。刺さってるということは穴が開いてるということなので、500円玉ね、穴開けたら犯罪です、はいはい、なのでちょっとね、そのままでまずいっていうのを一回残るんです。でこの穴開いた500円玉なんですけれども、こうやってなぞってやるとちゃんとね、完全に元通りです。そのままお返しします。はい、ありがとうございました。どうもヒロムです。このマジックマジで借りた500円玉で即興でね、ここまですごい貫通を起こせます。さらにね、この貫通している状態をある程度ねぐるっと見せることもできるヤバいマジックですね。そしてこの貫通のさせ方はですね、僕のオリジナルの方法ですので、ぜひ高評価を押して見返せるようにしておいてください。はい、まず用意するのは直径6ミリのですね、丸い磁石2つだけ使います。これね、セリアとかダイソーとかどんな100均にもね、だいたい8個セットとかで売ってます。材質がネオジムって書いてあるものを使えば強力なのでおすすめです。これはね、セリアさんで買いました。そしてプラスチックでできた、これも同じ直径6ミリのストローを1本使います。まあ、できるだけ色が透けてないですね。まあ、例えばこんな感じのね、黒いストローとかだとバレにくいのでおすすめです。カフェとかでも最近ね、結構黒いストローのとこ多いですね。ちなみにこれもね、セリアさんで買いました。あ、ちなみにマックみたいなね、こういった柄があるタイプはちょっとね、おすすめはできません。まあ今マックもね、スタバみたいに紙ストローになってね、無地なんですけどね。そういえば僕ね、紙ストローがね、なんかこうあんまり得意じゃないんですよね。これ共感してくれる方います？皆さんね、プラスチック派か紙ストロー派かどっちなのかね、ぜひね、よかったらコメントで教えてください。ではこれからこのストローにめちゃくちゃ簡単な細工をしていきます。って言ってもこれもうね、完成品なんですけどね。まずこの飲み口の反対側の端っこからだいたい3センチぐらいのところですね、そのあたりをきれいにハサミで横にこんな感じで切ります。そしたらこの切り口の部分に先ほどの丸磁石2つを引き合うようにはめ込みます。これね、セリアの商品だとこんな感じでぴったりね、はまりますので、すごいね、感動すると思います。しっかり、こんな感じではめ込んで引き合うようにしたら、このストローの内側に接着剤をつけて、簡単にね、取れないようにします。これ磁石の向き確認しないで適当に接着剤で固定しちゃったら、もう二度とね、くっつかないシュールなくっついて、まあ、まっすぐにならないようにね、気をつけてください。そしてめちゃくちゃ重要なポイントなんですけれども、磁石を固定するときにですね、この磁石がストローの中にちょっとでも入っちゃったりとか、逆に少しでも飛び出てると絶対にダメです。この切り口にぴったりになるように固定してください。そうするとね、くっつけたときに、はい、パッと見はね、この切れたつなぎ目がわからない綺麗なギミックストローを作ることができます。では実際に手順を解説していきますが、まずこのギミックストローをテーブルの上にですね、コップの横とかトレーの中とかに自然な形であらかじめ置いておきます。そしたらお客様から500円玉を1枚借ります。まあ、最悪これは自分のでも構いません。そしたらギミックストローを持ち上げるんですけれども、よくよく見るとね、つなぎ目見えてしまいますので、このつなぎ目を指で当てるようにして持ち上げると、相手からはですね、ここの部分が見えなくなるので、仕掛けがないストローに見えます。借りた500円玉は利き手の反対側の手で持つようにしてください。そして人差し指、中指、薬指の3本指の第一関節のあたりでこんな感じでね、挟むようにして保持します。そしたらお客様にこの500円玉に注目しててくださいと言ったら、手の向きをですね、こんな感じに持ってきます。そしたらこの500円玉をですね、通していくように見せるんですけれども、この時親指を500円玉から少し離して隙間を作ります。この隙間にストローをこんな感じで通していくと、相手からはですね、ストローが貫通していっているように見えます。この時にストローをね、こんな感じでグリグリグリっとやりながら行うとリアル感が出ます。ただあんまりね、近くで見られるとですね、通してないのバレてしまいますので、できるだけね、自分の体に近づけた状態で行うようにしてください。グリグリグリと通してきたら、この切れ目の部分が微妙に500円玉を超えたラインで、根元からですね、ストローを親指でこんな感じで力を加えます。そうするとちょっと見づらくて申し訳ないんですけど、少しねこんな感じでずれます。そして500円玉に微妙に引っかかっているので、この状態でですね、中指で500円玉に押し当ててストローを手前に引くと隙間ができます。この隙間ができたらですね、そのままストローを500円玉の真ん中あたりに持ってきて手を離すと、この切れ目の間に500円玉が入り込みます。そしたらお客様にですね、このまま貫通したことを示します。最初は難しいと思いますが、この切れ目の部分をね、500円玉に当てて無理やり親指でね、こうやってグッと押し込んでやると意外と入ったりしますので、最初はね、こんな感じで練習してみてください。ただね、無理やり押し込んじゃうと結構ね、こ
んな感じで音が鳴っちゃいますので、まあ、うるさいとこだったらいいんですけれども、せめて喋りながらやるとか、もう静かなところだったらもう最悪でも叫びながらやるしかないですね。貫通を示したら今度はですね、500円玉からストローを引き抜くんですけれども、これはですね簡単です。そのままストローを横にずらせばこんな感じで取れますので、そのままね親指で押さえて、先ほどと逆再生の動きでこんな感じでね引き抜いていくだけです。引き抜くときもこのままね横に持ってきて、親指で当てながら静かにこんな感じでやると音がね鳴りにくくなります。最後、引き抜いたストローは脇とか目立たない位置にさりげなく置いておいて、指でこんな感じで揉み込みながら完全にね元に戻ったことを示して、そのままお返しします。相手が500円玉を調べてもらってる間に、このギミックストローもし不安だったらですね、そのまま下に隠してしまうとか、あらかじめね予備の普通のストローを隠しておけば、それと入れ替えて、あ、こっちも調べていいですよみたいな感じでね、完全に証拠を隠滅してこのマジックを終えることもできます。ポイントはこの貫通させるときにもたもたしてるとすごい怪しいので、このグリグリっとする動きの中で自然とね貫通させるとすごい自然にねぬるっと入っていったように見えます。そこの部分をねしっかり練習するようにしてください。っていうかね、練習めちゃくちゃ楽しいのでぜひやってみてください。これはねテレビとかで演じられるレベルでなかなか映えますので、絶対ね皆さん一つは作ってやってみてください。実は僕が解説したマジックとかって、出川さんがねテレビで演じてくれたりとか、アンビリバボーさんにねマジックの動画提供したりと、意外とね僕のマジックテレビで使ってもらってるんですよね。もっとこんな感じのすごいマジックをね知りたいって方は、チャンネル登録して次のマジックも楽しみに待っていてください。バイバイ。